皆さんこんにちは。ケイスケトラフィックチャンネルのケイスケです。本日は GLA 4号のスタッドレスタイヤ交換のために訪問したメルセデスベンツ札幌中央さんの店内ツアーをしてみたいと思います。まずは以前ご紹介した真っ黄色の CLA の AMG タイプ CLA 3号 AMG フォーマティックです。今年に入ってから3号もみんな大好きパラメリカーナグリルに変更となったようで、メルセデスミー羽田にも早速展示されておりました。続いて S206C220D 最新 C クラスのステーションワゴンブラックです。高級車の中に展示してあるとステーションワゴンがリーズナブルなファミリーカーに見えてくる錯覚が怖いです。そして奥に見えてくるのが大御所 W223 S クラス S500 です。いつ見てもスマートにいかつい眼差しには街中を走っていると注目せざるを得ません。内外装とも惜しみなく最新の装備が装着されており、かつてのセルシオをいつも思い出してしまいます。フラッシュフィットドアハンドルの使い方は相変わらず分かりません。特にセンターモニターの斬新な形状は話題にならないわけがありません。レクサスもぜひ頑張ってほしいです。続いて1階に降りていきましょう。螺旋階段を降りていく、とてもおしゃれで、すっきりとまとまったデザインの店内になっています。一番手前から X247GLB、続いて先代の X253GLC、その横には W206 の C クラスセダンが続いています。そして最後は W177A クラスが展示されていました。2階には高級クラスが、1階には雪国に強そうな SUV から初めてメルセデスオーナーになる方も乗りやすい導入車まで、幅広いジャンルの展示がなされていました。そしてメルセデスベンツ札幌中央の目玉、アクセサリーコーナーです。ゴルフグッズを中心に、キーホルダー等のアクセサリー、ハンドタオル、実車そっくりのミニカー、ぬいぐるみなどが展示されており、ついつい欲しくなってしまいます。本日は、先日お邪魔したメルセデスベンツ札幌中央さんをご紹介いたしました。いかがでしたか？また次回の更新もお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。